はい、皆さんこんばんは、生命記です。今日もね、晩酌の準備がね整いましたので、晩酌やっていきたいと思います。それでですね、今日はね鶏の手羽先ね、鶏の手羽先とあとこの焼き鳥ね、また焼き鳥かよって感じですけどもね、今日ね敬老会ありましてね、で敬老会のちょっとパーティーみたいなのがあるっていうのでね、お誘い受けてねそちらへ行ってきたんですけどもね、もう食べ物がね食べきれないだけいっぱい出ましてね、それでねもう食べきれない分ね焼き鳥とかねもらってきました。ね、こんな感じでねいっぱいね食べ物出たんでね、もう食べきれないんでね持ってきたんでね、これねせっかくなんでね今日これ焼き鳥もね焼いていただこうかなと思ってね、今日はこんな感じの晩酌になりました。では先にね火つけてね行こうと思います。じゃあどうしましょう。じゃあまずねこれレザーマンさんの、フリースタイル、マルチツールね、ペンチとナイフがついてるマルチツールね、こうやるとねナイフ出てくるんですよね、ナイフね。でここをこう開けるとペンチになるっていうね、こういうねマルチツール、あーピンボケですね、こんな感じでねペンチとナイフがついたねマルチツール、それとシンフジバーナーさんの、スライド式のカストーチね、ここがねキュッとこう伸びるんでね、伸びてこう火つけるんでね安全に火がつけられるってやつね。で、こちらはユニフレームさんの、バーナーパッド と、18型、長パッド網っていうねメスティン買った時にね一緒に買ったね長パッド網ね、これ蒸し物するのにね使うんですけどもね本来ね、このね、このフレユニフレームさんのこのバーナーパッドと組み合わせてね焼き物する焼き網にして使ってますね。では火つけてよいしょね、こんな感じでね火をつけて、それでですねまずじゃあね手羽先ねよいしょこちらね、ちょっともうね冷蔵庫に入れてたんでねなんかちょっとねシワシワですけどもね、これね網焼きにしてねいただきたいと思います。あーちょっとね扇風機つけてるとやっぱ火がねちょっと安定しないんでね扇風機消してね、これをねじゃあちょっとこうね焼いてね、どうしましょう、こう焼きましょうかね、これで焼いていただきたいと思います。では飲み物ね、飲み物は朝日さんのドライゼロ、いつものねノアルね用意しました。ではねこれプシュッと開けてねよいしょね、で、グラスにねこうこのぐらいねシュワシュワと注いで、で焼酎はね今日はね大五郎入ってますね、ミニ五郎って書いてありますけどもね大五郎、いつもの大五郎師匠入ってますね。ではノンアルにねこう焼酎を入れてですね、では、今日もね一日ね皆さんお疲れ様でしたね、シュワシュワね、このくらいシュワシュワしてるといいんですけどもね、ねシュワシュワでね、ではね皆さん今日もね一日お疲れ様でした、ではお酒に失礼してねいただきたいと思います。ではねシュワシュワいただきます、乾杯。うめえうめえなやっぱねえ、もうシュワシュワ最高ですよ。ではねまたね焼酎入れてねよっと、こんな感じで、ではね一回ねちょっと置いときますね。あーちょっとね火がもったいないんでね、もう一個ねここで焼きましょうかね、こんな感じでねよいしょ、あーちょっと押さえないとくっついてるな、
こんな感じでね焼いていきたいと思います。よいしょ。ではね、一回ひっくり返したいと思いますね。ちょっともう結構焼けてると思うんでね。おわ、焼けてますね。こっちももういいかな、くっついちゃってね。おお、どうでしょうね。あ、くっついちゃう、くっついちゃいますね。よいしょね。これでね、もうちょっとね焼いていきたいと思いますね。あ、うまく映ってるかな。あ、もうちょっとこれだとちょっとあれかな、こうしたいんですけどもね。よっ、よいしょ、こうね、こうやって焼いた方がいいですね。じゃあね、これでもう少しね焼いていきたいと思います。なんかもうね焦げちゃいそうなんでね、もういいかなね。ちょっと、おお、火が、うわ、こんな感じですよ。どうでしょう、こっちは、こっちまだかな。よいしょ、こっちももうちょっと焼こうかなね。ちょっとね焦げないようにねしないといけないんでね、忙しいんですけどもね。では本当にそろそろいいかなね。何回もね特会引っかえね、申し訳ないですけどもね。よっ、おー、こんな感じでどうでしょう、皮パリですよ。こっちも焼けたんじゃないかな。よっ、こっちもどうでしょうね、皮パリに焼けてると思いますね。火出てるんでね。じゃあどうしましょう、ねちょっとね1本はね、これ1本焼けたやつはもう火から1回下ろします。でこちらね、こちらをクロセのスパイスね、クロセのスパイス見えるかな、ね、これをこう軽くかけてね。おお、これでいただきたいんですけども、どうしましょう。ちょっと火があれなんでね、じゃあちょっとねこれもね一回ちょっとね下ろしてね、まだ熱いんでね、これも一回、あちょっとね、じゃあここにねちょっとね焼き鳥ね、焼き鳥乗せてね、焼き鳥をちょっとこう、あ、ちゃんとこうタレ絡ませてね、こっちもタレ少しね絡ませて、もう一本も焼いちゃおうかな。ね、3本まとめてね。ああ、乗らないな、3本。よいしょ。これでどうかな。ね、これで、焼きながらね、やっていきたいと思います。ね、忙しいですね。申し訳ないですね。ではね、改めてね、どうしよう、暑そうなんでね大丈夫かな。あちちちち、鶏の手羽先ね、今焼き上がったとこですよ。ピントが来ないですね。ピント来ない間にまたね、あ、来ましたかね、まだ来てないな。ちょっとね、ま、申し訳ないですね、こっちがね焼けちゃうんでね。ああ、ねえ、忙しいですよ。
ね、申し訳ないです、ね、改めてね、ね、手羽先、ね、ペイントきましたね。パリッパリにね焼けてます。裏もねこんな感じね、裏ちょっと黒くなっちゃったかな。ねえ、パリッパリに焼けてますよ。もう焼きたてなんでね、ジューシーそうな感じで美味しそうですね。じゃあいただきます。うん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 、皮がパリッパリサクサク、うん、あっこれ、うん、いやー美味しいですよ。うん、やっぱこれちょっと骨取りながらね、あーピントが来ないですね。ちょっと申し訳ないですね。焼き鳥の方もね焼けちゃうんでね、ね、これもあー大丈夫かな。わー焼き鳥もすごいな。ちょっと待ってくださいね。あー、じゃあね、まあ、ちょっとシュワシュワね、ほんと今日忙しいな。じゃあね、ちょっとシュワシュワ軽く飲みます。うん、ではね、焼き鳥もちょっとね、これ以上焼くとね、やばそうなんでね、もうね、いい頃合いだと思いますよね。どうでしょうね、じゃあちょっとね、避難ね、2本避難させて、こちらはね、あ、七味かけたいとこだけど、七味ちょっと、じゃあちょっと待ってくださいね。ちょっとね、今七味用意しますんでね、ね、申し訳ないですね、段取り悪くてね。ではね、七味ちょっとね、でね、よいしょね、このぐらいね、七味を振ってね、焼きたてのね、皮ですね、これね、タレの皮ですね。ほらね、今もう焼きたてですよ。おいしそう、おいしそうですねこれ。じゃあね、いただきます。うんうん、皮がね、とろとろ、うんでね、香ばしい、ね、このタレの焼けたところがまた香ばしくてね、美味しいですわ。うんね、こんな感じでね、ではね、シュワシュワね、シュワシュワでね、富士山は、あ、うん、割と綺麗に映ってますね。ちょっとね、涼しくなってきたんでね、結露もそんなね、前ほどね、しないんでね、富士山もね、綺麗にね、出てますね。ではね、シュワシュワいただきます。では、火がね、まだちょっとあるんでね、今のうちにね、最後1本ね、焼いちゃいますね。よいしょね、手はね、ちゃんとね、この除菌のね、ウェットティッシュでね、綺麗に拭いてるんでね。ではお次はね、いつものね、野菜サラダですね。またね、ちょっと今日はね、焼き物でね、ちょっとね、もう焦げちゃうと困るんでね、もう慌ただしくて申し訳なかったですね。ね、あ、これドレッシングはいつものね、利権さんの癖になるうま塩ね。いやー、ちょっとね、忙しかったですよね。もうね、動画見てる方もね、ちょっとね、申し訳ありませんね。ね、ね、焼きながら食べた方が美味しいんでね。もう涼しくなってきたんでね、目の前でこう焼き物ね、あ、これね、玉ねぎのタレね、エバラさんのね、玉ねぎのタレね、目の前でこうやってね、焼きながら食べても、そんなにね、真夏のね、暑い時期に比べれば全然涼しいんでね、今、まあ目の前でやっても大丈夫なくらいなんでね。ではね、これおばあちゃんがこう家庭菜園で作ったね、ミニトマトね、いただいてきたやつね、これから食べてみたいと思います。うんうん、で、生協さんの
ハーブのサラダチキンね。よいしょ。あ、崩れそう。ちょっと崩れそうですけどもね。そういえばきゅうりね、やっとね、あのいただいたね、あの家庭菜園のね、おばあちゃんのねきゅうり、あとね、あとやっとな残り1本になりましたね。やっと残り1本になったんですけどもね、またもらってきちゃったんでねまた増えちゃいました。また取れたからね、もらってね食べてくれないっていう、ね、話になってね、じゃあもらいますなんつってね、またもらってきちゃいましてね、やっとね最後残り1本まで減らしたんですけどもね、また増えましたね。ありがたいですけどもね、またねせっせとねきゅうり食べますよ、サラダでね。じゃあこんな感じね、いただきます。今日はねお勤め品で買ってきたこの紫ピーマン入ってますね。ちょっと今日ね量多めですね、サラダ。ちょっとねお昼の分に取っておくには足りないし、ちょっと1回分、夜の1回分にはちょっと多いしぐらいのね感じになっちゃいましてね、もう少し作ればねお昼に回したんですけどもね、ちょっとお昼に回す分はないかなっていう感じなんでね、全部ね夜の分に回したらちょっと多くなりました。でもねサラダなんでね、これでも一日に必要なねあのサラダの量ね全然足りないんでね、こんだけ食べても全然多分1日分の必要なね野菜の量足してないと思うんでね、まあ全然平気なと思いますね。じゃあねプチトマトもう一個食べてね。ああ火消えちゃいましたね。後で火追加しようかなね。では、グラスが空いてるんでね、またねノンアルねシュワシュワ、あシュワシュワをちょっとね注いでね、シュワシュワで、ね、2対5注ぎます。今日ね、敬老会ねすごかったですよ。もう招待客の人がいっぱいね来ててね、でまあ青森ねは今、まあ、私こうね青森ね青森からこう動画ね発信してるんですけどもね、地元青森のね元力士っていう方がねいらっしゃってね、相撲ジンクっていうんですかね、あれ披露されてましてね、今もう現役じゃないんです、もう引退された方でね、青森県出身のね力士の方ね、青森はね相撲ね力士の方いっぱいねいるんでね、この方の相撲ジンクとか、あと地元のね婦人会のねフラダンスとかねね、そういうのねいろいろね催しやってね、んでまあバイキング料理ね、のっけ丼ですよ、のっけ丼。よくねありますよね、青森でもね古川っていうところのね市場でねのっけ丼ねやってるところあるんですけどもね、市場でね結構ね有名でね観光客の方いっぱい来てるんですけどもね、のっけ丼とかやったりとかね、焼きそばとかねのいろいろねいただいてね、全部食べきれないんでね、もうさっきもねお話ししましたけどもね、いただいてきてね、今日はね焼き鳥食べてんですけどもね、ねなかなかねこういうね催しもいいですよね。ねじゃあねシュワシュワちょっとね軽くいただきます。ではお次はこちらね、メンマ
ね、メンマ、これは盛京さんのね、あのメンマですね、味付けメンマね、ラーメンの具におつまみにって書いてありますけどもね、これでね、一袋で25キロカロリーね、メンマがいっぱい乗ったね、メンマラーメン食べたいなと思ってメンマ買っておいたんですけど、なかなか食べる機会なかったんでね、ちょっとね、今日はおつまみでね、食べようと思って出してきました。で、ちょっとね、寂しい、メンマだけなんで寂しいんでね、白髪ねぎちょっと乗せてね、で、軽くね、ラー油かけてね、いただきたいと思いますね。このくらいね、軽くね、あんまりかけるとね、ラー油も油なんでね、カロリー高くなっちゃうんでね、これじゃちょっとね、ピリ辛な感じにしてね、よいしょ、こんな感じでね、おネギと一緒にこうラー油とね、こんな感じで絡んだところ、どうでしょうね、メンマも美味しいですよね。うん、昔私東京のね、入谷っていうところに住んでてね、その時ね、割とこう近くにね、まあ歩いていけるところにね、元祖恵比寿ラーメンさんっていうラーメン屋さんあってね、あそこのチー油のね、あのスープのね、香ばしいスープとね、細麺とね、あとあのメンマがいっぱい乗ってんですよ、そこの元祖恵比寿ラーメンさんのラーメンね、もうそのね、メンマもまた美味しくてね、よく通ったんですよ。チャーハンも美味しくてね、チャーハンとか餃子とかね、チャーハン餃子ラーメンとかね、若い頃はね、私も炭水化物もすごい食べてたんでね、不摂生して、ね、そういうのよく食べてたんですけどもね、あれも懐かしいですね、また食べたいですけども、なかなかこうね、チー油のラーメンってね、似たようなこう味のラーメンっていうのもなくてね、なかなかね、再現するって言ってもなかなか再現も難しいですからね、いやまた食べたいですけどもね、うんうんうん、メンマも美味しいですよ、うん、ではここでね、ウイスキーね、今日はね、フォアローゼス、フォアローゼス用意しました。これもね、バーボンウイスキーね、昨日まではジンビーム飲んでましたけどもね、今日はね、フォアローゼスね、今週っていうか、まあ今日からね、まあ来週いっぱいまでいかない、金曜とかね、そのぐらいまではね、フォアローゼスね、ちびちびね、またこれでね1本開けちゃうと思うんですけどもね、ね、まあ週に1本は軽く開けますよね、ウイスキー、まあ、軽くって、まあまあね、セーブして、ね、1週間なんとか持たせようと思って飲んでるんですけどもね、たまに足りなくなるときあるんですけどもね。ではね、フォアローですね、開けます。よいしょ。あ、ちょっと手が滑って、開かないな。ちょっと待ってくださいね。ではね、改めてね、途中までちょっと開けたんでね、あ、これでも硬い。あ、これでも硬いや。ちょっとね、よし、開いた。ねえ、やっと開きました。ねえ、よ、ほいっと。ねえ、こんな感じでね、開きました。フォアローです。ね。ではね、ロックでね、いってみたいと思います。音ね。おー、いいですね。やっぱこの音ね。やっぱこの音も楽しみですよね、ウイスキー飲むのね。こんな感じでどうでしょう、ピント合ってないですけどもね。じゃあね、フォアローですね、ロックでね、いただきます。うん、あー、やっぱりこの香りがね、
いいですね、うん、ジンビームよりもっと香りある感じかな、うん、でジンビームよりもちょっとセメダイン州よりっていう感じなんですかね、うん、私このぐらいのね香り、あのバーボンの香りねすごく好きなんでね、うん、こうなんかこうねウイスキーのこうね味比べとか飲み比べのホームページとかねブログとか見るとなんかフルーティーな香りがどうとかシナモンの香りがどうとかペッパーの香りがどうとかなんだらかんたらってよく書いてありますけども私そこまでわかんないねねぶっちゃけでもね香りがすごくいいのはわかります、うん、すごくこうねなんて言うんだろうフルーティーな香りじゃないんですよね、うん、なかなか表現難しいんですけどもね、あもうちょっと飲んでみようかな、ちょっとねもう少しね、セメダイン臭というのはもう分かるんですよ、もう子供の頃からね私プラモデル作るの好きでね、もう物心ついた頃からねプラモデル作っててね、でプラモデルには昔はね必ずセメダインついてたんでね、なんでセメダイン臭っていうのも全然わかるんですけどもね、うん、何の香りなんだろう、なんて例えればいいのかな、フルーツの香りでもないし、うん、スパイシーな感じって言うんでしょうかね、やっぱりこういう香りって刺激がありますよ、うん、スパイシーでこうピリッとしてね、で奥の方にこうセメダイみたいなこうね香りがあるっていう感じなんですかね、うん、うん、やっぱねフォアローです、私結構好みですね、うん、ではどうしましょう、これね手羽先ちょっと ねこれちょっと食べかけてるのちょっと解体してね、いいよ、これをいただきたいと思いますね、ちょっとこうバラしてね、よいしょ、このお肉のあたりねピントが全然来ないな、あー来ましたね、ピント先輩ね仕事遅い時とねすごい仕事早くていい時とあるんで ねピント先輩もうちょっとねピント先輩頑張ってほしいんですけどもね、じゃあね手羽先いただきます、うん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 、サクサクね、うん、もうちょっとね身ついてるね、うん、うんこの辺もちょっとね身ついてるとこね、うん、皆さん手羽のこっち側細い方でどこまで食べます、あんまりこう肉ついてないですけども ねこのまま捨てちゃうのはもったいないですしね、かといってかぶりついてももう身とか肉がないし骨ばっかりっていう感じなんでね、うんね、こんな感じでね骨ももう細い骨ね、こんな感じで、もうね無理に食べると喉に刺さると危ないんでね、
ね、ちょっとね食べかけでね汚いんですけどもね、なかなかこれ どこまで食べていいのか分かんなくてね、いつもね。ではね、お酒はね日本酒ね、日本盛りさんの超辛口ね、ペットボトルのやつね、ペットボトルのやつもう冷やせないんでね、冷蔵庫入んないんでね、小分けにしてね、こうちっちゃいペットボトルね、ミニゴロのペットボトルに小分けしてね冷やしてますね。パッケージないんでね、なんだか分かんないですけどもね、日本盛りさんのね超辛口ってね日本酒です。うん、お水じゃないんですよ、本当に日本酒なんでね、これね、こんな感じでねちょっと注いでね、手羽先とね日本酒ね合うと思うんでね、いただきます。うん、辛口で美味しいんですよ。なんか毎回言ってますけどもね、まあまあね、毎日をね毎日動画撮って毎日こう話してるんでね、もう話すことないんでね、正直ね申し訳ないですね、同じ話がね何回も出てきたりしますけどもね、ね、まあ自覚あるんですよ、自覚なくてね同じ話何回もするようになったらねちょっとやばいんですけどもね、ちゃんとね同じ話してる自覚はあるんですよ、あるんですけどもね、もうお話しすることがねもう毎日だとなくなっちゃうんでね、申し訳ないですね。ね、じゃあね、冷え冷えのね冷酒ね、辛口の冷酒、うん、やっぱこうね安くてもね美味しいですよ。うん、毎日こうね晩酌で飲むね、高いお酒毎日ね晩酌で飲むのちょっと難しいんでね、毎日晩酌でね気軽に飲めるこう日本酒でね、日本酒で辛口で美味しいっていうね、そういうお酒だと思います。うん、では、焼き鳥ね、さっき皮食べましたけどね、なんか もも肉みたいなのもこうあるんでね、こちらもちょっとねいただきたいと思います。ちょっとねまたね七味ね、タレ絡めたところにこう七味をこうかけて、よいしょ、あれどうなった、こっちかこっち七味かかったところですね、どうでしょうね、そんなにね大きい焼き鳥じゃないですね、ちょっと小ぶりの焼き鳥ですね。うん、なかなかねでもね美味しい焼き鳥だと思いますよ、敬老会のね催しでね出たね焼き鳥なんでね、そんなにねやっぱ予算的なものもあってね、ねお値段お金かけられないと思うんですけども、それでもね一生懸命考えて予算繰りしてね、お客さんに喜んでもらおうと思ってね一生懸命やってくれたんだと思うんでね、ありがたいですよね。じゃあね焼き鳥ねいただきます。タレがねすごく香ばしい、タレがこう焦げたところで、これもしかしたらね元は炭火で焼いてたのかもしれないですね、ちょっと炭火っぽいね香りします、炭火で焼いたようなね炭の香りするんでね、もしかしたらねもともと炭火で焼いた焼き鳥かもしれないですね、だから焼きたてね食べたらねもっと美味しかったかもしれないですね。うんね、ちょっとこう敬老会のこうね焼き鳥でしたけどもね、なかなかこれ侮れない美味しさですね。うん、
ではね、今日のところはね、動画の方はね、この辺でね、締めさせていただきたいと思います。ね、また、あの動画見るなり、ね、アニメ見るなりしながら、続きね、だらだら晩酌続きしていきたいと思います。今日何見るかな、なんもないんだよな。どうしよう。また晩酌動画ね、とか食べ物動画とかね、なんかね、どなたかの見ながら晩酌しようかなと思います。続きねしていきたいと思います。では今日も最後までね、ご視聴していただきましてありがとうございました。なんかちょっと酔っ払ってて、なんか喋り方がたどたどしくなってますけども ね、申し訳ないですね。ちょっとね、やっぱりウイスキーをね、ロックで2杯飲んだんで、それが効いてんのかな。ね、ちょっとね、たどたどしい感じになっちゃってますけどもね、申し訳ないですね。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画アップすると思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあシュワシュワね、最後に飲んでね、締めたいと思います。